奴が、遥かを。おう、ちょうどいい時に来たな。どうかしたのか。いや、さっきここにおめえを訪ねてきた女がいたんだが。誰だ。死んだ堂島宗平の女、堂島弥生だ。なんだと。おめえが殺した組長の妻だ。これは何かあるなと突っぱね返したんだがな、おめえが来たらこれを渡せって頼まれてよ。そこは今じゃ堂島組の残党どもの巣窟だ。どう考えてもおめえの玉取ろうとした罠よ。桐生、行くんじゃねえぞ。堂島をやったのはお前なのか。あんた誰かをかばったのか。誰なんだ。一体誰がやったんだ。その答え、俺に少しの間預からせてもらえないでしょうか。俺が必ずけじめをつけてお答えに上がります。奪ったか。ええ、今中華会の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おお、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30？ じゃあ島野さんは70ってことですか。いや、うちは50や。なら残りの20億は。おー、
来たか。なあラウ、紹介するわ。これが五代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで、年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。